はい、どうも、カズレンです。いつもご視聴ありがとうございます。はい。今日なんですけれども、以前、私、インフルエンザと救急隊と、まあ、看護師についてね、これの動画を上げさせていただいたんですが、まあ、今日はね、それのちょっと、まあ、派生版ということで、インフルエンザの患者さんを運んだ後の救急車の掃除、特にね、換気について、お話ししていきたいなと思います。まず救急車の掃除なんですけれども、大体はね、患者さんを病院に連れてストレッチャーを救急車にこう戻してくるんですけれども、それは大体機関員の方、運転手の方がストレッチャーをゴロゴロこう病院から持ってきて救急車の中に入れて、で車内の清掃とかをする消防本部がね、これほとんどだと思います。それでね、私も今はね、小隊長として救急隊に乗ることもまああるんですけれども、まあまだまだあの機関員としても、そして後ろの席で隊員として乗ることも全然あるんですけれども、もうね、昔からもう僕隊員の席、後ろの席で、若い時からずっと乗ってた時からずっと思ってたんが、インフルエンザの患者さん運んだ後の救急車の後ろの席、もうめっちゃ嫌なんですよ。というのは、やっぱりね、目に見えないウイルスがもう飛んでんじゃないかっていうことですごく気になるんですよね。例えば、お風呂入ってないとかね、尿失禁、便失禁したっていうことで、こう、匂いが漂ってるっていうのであれば、あんまり僕ね、結構もう慣れてきてるんで問題ないんですけど、こうインフルエンザの患者さんを運んだ後の、なんかこのインフルの菌がそこら中に困ってる感じが、もうむちゃくちゃ嫌やったんですね。で、今年を重ねていって、今度機械員として乗るようになった時に、僕はね、一つ考えました。それがね、救急車スーパー換気モードということでね、やっております。この救急車スーパー換気モードって何かっていうと、救急車をね、最後清掃するときに、ストレッチャーをこうガラガラガラ持ってきて、救急車の後ろに置いて、ストレッチャーのロックをカチャッとちゃんとかけて動かへんようにして、まずハッチバック開けますよね。後ろの扉かなっていうハッチバックを開けます。で、横のスライドドア、左側の隊員が乗り降りするスライドドア全開。で、右側ね、右側開けると、酸素ボンベとかこう、積んであるんですけれども、その扉ももう全開。で、前の席は、窓を全開。そこが、患者さんとかね、他の車両とか自転車とか通らない、患者さんの目につかないようなとこであれば、もう前の席も扉も全開きですよね。もう開けるとこまで開いて、とりあえず、もう中を通通にしてしまうんですね。で、それだけじゃちょっとね、物足りないので、クーラーと暖房、そして換気扇、この3つをすべてつけます。はい。運転席の方、前の席にも、エアコンのね、送風口ありますけれども、それも強風でブワー出して、で、後ろの、もう、患者室の方も、エアコンと、暖房のスイッチ、これ別系統でね、あるんですけれども、それね、二つとももう全開です。もう強モード、冷房強、暖房強で、ブワーとこう風出します。で、あと換気扇ね。換気扇も、救急車によってちょっと、物、仕様が違ったりするんですけれども、まあ、うちの救急車は全部が、換気扇強と換気扇弱があって、もう換気扇強でバーって回します。今、日本の街を走ってる救急車っていうのはほとんどがトヨタのハイエースベースの救急車です。他にね、日産の救急車もあるんですけれども、まあ多くはトヨタの救急車なんですが、このね、トヨタの救急車の換気扇がもうクソみたいに弱いんですね。もう使い物にならんというか、すぐフィルターも、目詰まりしちゃうし、そもそも換気能力が小さすぎる。広い荷室に、こんなちっちゃいね、扇風機、ボーって回ってるだけの、もうめちゃくちゃしょぼい仕様の換気扇がついておるんですけれども、まあ、それもな、一緒に回すと。それで、ドアも全部開いてる、エアコンも全部出てるっていう状態で、僕はストレッチャーのこう消毒とかね、使った血圧計を整理したり、心電図のケーブルを整理したりこうしていくわけなんですけれども、それが終わって、ストレッチャーをガチャンってこう入れます。で、ハッチバック閉めると思いきや、まだ閉めないんですよ。ハッチバックをこう、3回か4回くらい、ブワッサ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 って、もう風をね、もう中に起こすんですよね。これがね、効き目あるかどうかわからないんですけれども、そうやって、中にあるこの、菌をね、もうとりあえずもう外にね、もう出して、もしかしたらね、そんだけあげとったら入ってくるかもしれませんけど、患者さんがね、咳したりとか、まだ患者さんの家族とかも一緒に乗ってきて、その人もまあインフルエンザに罹患してる可能性ね、大なんで、その二人がね、インフルエンザをバーってこう、救急車内で、まあ撒き散らすわけですよね、言うたら。で、それをまた次の患者さんがね、乗るっていうことなんで、僕たちもね、感染したくないし、他の患者さんにとっても、もうインフルエンザの菌が救急車の中にあるっていうのは、あんまよろしくないので、僕はね、それをスーパー換気モードとね、勝手に名付けて、運用しております。
はい。でね、これをやってるとね、こっちの意図を分かってくれてない小隊長がたまに一緒に乗ったりすると、僕がこうやって全部オープンにして、クーラーもバーッ出してんのに、その意図を分かってなくて、全部扉、何の気なしに閉めていく小隊長とかたまにいてるんですね。いや、ちょっと待ってくださいよと。これ意味あってやってるんですよ。ということで、そこで説明するんですけれども、全国のこの救急隊の小隊長の方でね、もし機関員の方がそういうことやってたら、カズペンの真似してそうやってやってるっていうことをちょっと理解してあげていただけたらなと思います。はい、まあもちろんね、何言うても頭の硬い小隊長には何も通じないんで、これじゃったらいけるかなっていう時はそういう風にやったらいいと思うし、その辺はね、やっぱりうまいこと、消防っていうのは人付き合い大事な世界なんで、うまいことやっていって、ね、救急車の中クリーンに保ってくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日の動画は救急車スーパー換気モードについてのお話でございました。この動画が良ければグッドボタンとまたチャンネル登録のほどお願いいたします。ではまた。